タヌキさん、ついにうちのチャンネルの登録者が40万人突破したわよ。やった！チャンネル開始から約4年、長いようで短かったけど、視聴者のみんなの応援やコメントがなければここまでやってこれなかったわね。キツネさんも解説頑張ってたからね。これからも視聴者の皆さんの期待に応えられるよう、頑張っていこうと思うわ。というわけで今回は、お盛んな生き物について紹介する。ちょっと待って、何がというわけでなの？何度も言うけど、性欲というのは本能に備わる生物学上とても大切な。前回セーフだからって今回もセーフとは限らないからね。まあまあ、そこは YouTube の規約をきちんと守りつつ、今回も大人から子供まで楽しめる、学術的な意義のある生き物の性についてと、それがあらぬ方向に暴走しているユニークな生き物たちを紹介していくわ。チャンネルが生き残っていますように。1、ネズミ。ネズミはあの言葉があるようにとても繁殖力の高い生き物なのよね。あの言葉？ネズミのように数が増えていく様子を表すネズミ算って聞いたことないかしら。江戸時代の算数の本で出た、ある期間でネズミがどれだけ増えるかを求めるものなんだけど、そんな言葉が生まれるぐらいネズミは繁殖力がとても強いわ。具体的には、3ヶ月から子供を産めるようになり、20日ネズミの名前の由来にもあるように、20日の妊娠期間で出産。1年で約6回出産し、一度に産む数は6から9匹ほど。ネズミの寿命は種類にもよるけど、約1から3年程度あるんだけど。あっけに取られてたんだけど、それって掛け算で増えていくんじゃ。そりゃあもちろん、子供たちも成長して、孫、ひ孫を産むからね。繁殖期も一年中であり、気温が一定の屋根裏などに住み着けばもう地獄で。アメリカのカリフォルニア州で、ホームレスの女性が車中でペットとして飼っていた2匹のネズミが繁殖し、手に負えなくなって、動物愛護協会に助けを求めたという出来事もあったわ。手に負えなくなったってどのレベル？ 2 匹から300匹に増えたのよ。え？現場に到着した愛護協会のスタッフは、ネズミで埋め尽くされた車中に唖然とし、大量のネズミが座席に穴を開け、エンジン配線をかじり、ドアパネルに潜る阿鼻叫喚。いつから飼い始めたか定かじゃないけど、おそらく数ヶ月も経たずにこうなってしまい、餌と水は与えていたためおとがめなしだったものの、スタッフたちは獣医による健康診断を受けさせ、140匹分のネズミが養子に出されたわ。安易に飼い始めたのが運の尽きだったけど、1年とか放置しなくて本当に良かったわね。これが1年経ったとしたらどうなるの？条件さえ合えば理論上、2匹のつがいから1年間でおよそ1万匹まで増殖できるのよ。昆虫並みの繁殖力じゃん。ネズミに限らず、ハムスターなどもつがいで飼育すると、一度の出産で、たくさんの赤ちゃんを産むから、安易に同じケージで飼わず、別々の家を作ってお世話してあげてね。2、ライオン。アフリカ大陸に広く分布する、サバンナの頂点に君臨するイメージの強いライオン。百獣の王という壮大なイメージと、オスが持つ縦髪の美しさから、オスは優雅に、メスや家族を率いて狩りを行う、というイメージが強いわね。そうじゃないの？確かにそのイメージ通り、プライドと呼ばれる血縁関係の群れを作り、オスが4から12頭ほどのメスと子供たちを連れて、シマウマなどを飼って、成長したオスの子供たちは群れを離れ、若いオスのグループに属して家族を作る。一見すると、オスを主体としてライオンの群れは成り立っているように見えるけど、実はプライドを支配しているのはメスライオンなのよね。え、そうなの？先ほども言ったように、プライドは血縁関係の群れであり、オスは群れを離れる。つまりメスの集団は、母子や姉妹関係であり、絆が強く、生涯同じプライドにとどまるため、プライドに近づいてきた血縁関係のないよそのオスをよくチェックし。ねえねえ、あのオスどう思う？お姉ちゃん、そうねえ、ちょっと気弱そうだしリーダーシップ発揮できるのかしら。という具合に常に品定めされ、オスは、縄張りを守るために見張りして侵入者を撃退するのが役目で。狩りと育児はメスたちが、主に共同で行っているわ。オスって縄張り守るだけなんだ。さて、話が遠回りしたけど、役割が明確に分かれ、群れを支配しているメスたちは、オスが本当に、オスとしての役割を果たせるかも厳しくチェックするわ。ん？優雅にハーレム生活を楽しんでいるように見えるオスは、プライドに属するメスたちに代わる代わるお誘いされるわ。いいことでは。その間隔は15分ごとだとも言うわ。もうちょっと休ませてあげて。
発情期の2から3日は、高頻度でメスたちと交尾を繰り返すため、オスライオンはもうヘトヘト、疲れ果ててやつれてしまうものの、オスとしての責務を全うしなければ、メスたちからボコボコにやられてしまい、一匹のオス VS メスの集団で群れから引きずり出されてしまうわ。いろんな意味で辛すぎるオス。ちなみに、2019年3月には、多摩動物公園のライオンの檻で騒動があり、オスライオンがメスの集団にフルボッコされる事件が勃発し、SNS で話題になったのよ。フルボッコにされた原因は、オスライオンがメスの求愛を無視したため、役割を果たせないなら用なしだと、打ち切れられてしまったのよね。本当に容赦なかった。オスの表情を見ると、それはもう情けなく、百獣の王の威厳なんてどこにもなかったわね。どの世界でもメスは怒らせちゃダメなんだね。3. トラ。トラは、ライオンと同じく猫科動物で、体長140から280センチ、インド、タイ、中国などアジア圏に生息しているわ。あれ？トラって、別にライオンみたいな群れ作ってたっけ？いいえ、群れは作らず、繁殖期以外は単独で生活しており、3から4頭のメスの縄張りを囲むように、オスの縄張りがあるわ。決まった発情期があり、2から5月に繁殖するんだけど。するんだけど？2日間で100回以上交尾するのよ。なんでそんなに極端なの？トラの発情期間はたった2から5日程度。確実に妊娠するためなのか、あまりにも極端な繁殖行動をすることが確認されているわ。まあそれは、体力さえあれば可能なのかもしれないけど、猫科動物のオスの生殖期には、小さなトゲがおよそ100本生えているのよね。ひょえ。こうした作りになっていることで、刺激を与えて排卵を促し、妊娠率をアップさせるという狙いがあるんだけど、その代償としてメスは激痛を伴い、悲鳴を上げているわ。野良猫の交尾を思い出してほしいんだけど、メスが猫なで声を出しているように聞こえるわね。実はあれは、痛みを我慢している悲鳴のようなものだと言われているわ。聞いてるだけでなんか痛くなってきた。そんな痛みがあるにもかかわらず、トラもライオンも短期間に何度も交尾を繰り返す。お盛んすぎるのもちょっと考えものかもしれないわね。4. トンボ。トンボは国内だと200種存在し、いろんな種類を水辺でよく見かけると思うけど、タヌキさんは彼らがどんな風に交尾するかわかるかしら？なんか、たまにくっついて飛んでいるトンボいるけど、もしかしてそれのこと？ぶっぶ、それはよくある勘違いね。え、マジで？あの状態を交尾しながら飛んでいると思っている人が多いんだけど、実はそうじゃなく、あれは英語でタンデムと呼ばれる。交尾の後に、他のオスに奪われないようがっちりホールドする独占行動で、無事に産卵を終えるまで見守っている、ある種イケメンな行動なのよ。へ、それじゃあ、肝心の交尾はどうしてるの？一般的な昆虫は、お腹の先端にある交尾器同士をくっつけるのが普通だけど、トンボのオスは、交尾器からわざわざ、お腹の付け根にある複製器と呼ばれる器官を使い、尾の先端で、メスの首をがっちりと掴んだ後、オスのお腹の付け根にある複製器と、メスの尾の先端をくっつけて交尾するわ。ちょっとややこしいけど、これでくっついた状態のトンボは、こんな風に可愛いハートマークになるわ。お、めっちゃ可愛いじゃん。ハート型のまま愛を深め合うなんて、とてもロマンチックな昆虫なんだけど、観察するには、トンボがたくさんいる水辺の近くの茂みなどをよく探さないといけないわ。さっきまで、オスもメスも過酷な話ばかりだったから、心が洗われる。ちなみに、2017年には、スイスのチューリッヒ大学で、トンボを10年研究しているリーファ博士が、ルリボシヤンマと呼ばれる、水色が鮮やかなトンボを観察していたところ、なんと、博士の目の前でオスに追われていたメスが突然墜落。何者かに撃ち落とされたかのように地面に横たわったまま動かなくなったわ。一体どうして？特に怪我してないし、別に病気をしているわけでも。と、気になって観察していた次の瞬間。え？なんと、何事もなかったかのように飛び去っていったのよ。博士は、まさかと思い、しばらく飛び回るルリボシヤンマを観察したところ。なんと、興味のないオスを死んだふりでやり過ごしていたのよ。オスの扱いひどすぎない？博士は、トンボ研究で初めて見る行動だと興奮し、詳しく調べたところ、ルリボシヤンマの生殖期は、一度の交尾で全ての卵が受精する作りになっており、2回以上交尾すると生殖器官が傷ついてしまうのよ。そのため、ルリボシヤンマのメスは他のトンボと違い、妊娠すると、
交尾したオスからタンデムで守ってもらえないため、自分の身は自分で守る必要があり、産卵するまで追ってきたオスを追い払うために死んだふりを身につけたのよ。これは観察した31匹中27匹で観察され、21匹は目論見通りオスを騙すことに成功していたわ。まあオスからしても無駄な交尾になるからウィンウィンなのかな。死んだふりは他の動物でも天敵をやり過ごす時に見られるけど、捕食者の多い昆虫がやるにはリスクが高く、交尾するも死んだふりするも地獄なのよね。 LINE でも脈のない人相手に寝たふりする人もいるからな。5. イルカ。イルカは全生物の中でも5本の指に入るほどトップクラスに賢いと言われる生き物だけど、彼らの性についてもユニークな部分が多いことが分かっているわ。イルカって水族館の人気者だし、可愛くて愛嬌もあるのに。それを説明する前に、イルカの社会がどのようにできているか解説すると、基本的には母子関係、家族単位の群れを作って生活しているわ。群れにも2種類あり、すべての行動を群れで行うものと、捕食時だけ群れになるケースがあり、餌を奪い合わないように、大きくなりすぎたら群れを離れる賢さもあるわ。大人になったイルカは親を離れ、パートナーを探すことになるんだけど、日本人のように一夫一婦制ではなく、特定のパートナーを持たずに繁殖する卵婚制を採用し、オスが気に入ったメスを見つけると独り占めしようとして、別のオスが攻撃したり、体に触れ合うのを好み、くっついて愛を育む様子がよく見られるわ。人間のアピール方法となんだか似てるな。そんな人間の求愛にもかぶる部分があり、賢く、スマートな生き方をしていると思われがちだけど、イルカってめちゃくちゃ性欲旺盛なのよね。言い方考えて。多くの動物たちは、周期的な発情期に合わせ、子供を残すために交尾をし、子供を産んで育て、また大きくなっていく、というサイクルを繰り返すんだけど、イルカの場合は、交尾という行為そのものを楽しんでいる可能性が高いのよ。2022年1月、学術誌に掲載された論文によると、バンドウイルカは1日に何度も交尾をし、それが、種の保存のためではなく、快楽目的のためではないかと推測。その組み合わせは異性だけでなく、同性間でも体を寄せ合うケースが多く、若いオス同士だと、メスを相手にする前の練習なのか、オス同士での疑似交尾を楽しんでいる様子も確認されており、最初は練習のつもりだったけど、途中から盛り上がりすぎることもあるとかないとか。僕のイルカのイメージは、高度な知能を持つ人間が性に奔放なように、イルカも自由に性を謳歌しているようで、水族館のイルカショーの時も欲を抑えられずにメスを追いかけてしまったり、飼育員に興奮してしまうこともあるそうよ。それは答えられないから困るな。6. ガーターヘビ。ガーターヘビは、有鱗目ナミヘビ科ガーターヘビ属に含まれるヘビの総称で、この属に分類されるヘビは約20種あり、カナダ、アメリカ合衆国からコスタリカまで広く分布しているわ。ブラッコでなかなか迫力あるヘビだけど、ヘビでお盛んってどういうこと？ガーターヘビは、2万5000から3万5000匹も集まって交尾パーティーするのよ。ガーターヘビの中でも、カナダのマニトバ州に生息する固有種のメスは、冬眠から目覚め、交尾を求めるオスたちからの愛情を一身に受けるわ。オスたちは、メスが冬眠から目覚めるまで、2から4週間もお預けを食らうため、常に興奮気味。メスが目覚めると、1匹に対して、10から30匹ものオスたちが一斉に群がって求愛してこうなるわ。おざましすぎて鳥肌が止まらないんだけど。多い時は、100匹のオスが群がる塊の交尾玉となり、もはや何が何だか。オスたちも、我先にと中心に向かっていくため、玉は、意思を持ったかのように動き回り、時にそのまま坂道を転がり落ちてしまうこともあるわ。言わんこっちゃない。研究者によると、15分ほどうごめいた後、幸運な1匹のオスが交尾にありつけることになり、他のオスを寄せつけないようにしてカップル成立とのことだけど、人間の世界に例えたら、あまりにもバイオレンスな光景と言えるわね。こんなの人間がやったら犯罪でしょ。ちなみに、ガーターヘビのオスは、本当にお盛んで約8ヶ月間も飲まず食わずで交尾し、他のオスとも戦わなければならないから大量のエネルギーを消費するのよ。ガーターヘビの世界にはメスがほとんどいないのかな。研究チームによると、メスは年齢とともにたくさん子供を産む傾向にある一方で、オスの生殖能力のピークが若く健康な時にあるため全力投球するんだと思うわ。7.
山嵐。山嵐は、月翅目山嵐科に分類される、背中に長い針を持つ動物で、天敵の攻撃から身を守るため、体毛が、硬く鋭く進化した特徴を持っているわ。巨大なハリネズミみたいな生き物だよね。彼らの背中の棘には、微細な返しがついていることから、迂闊に飛びついて襲いかかれば、まず鋭い体毛が、ザクザクと口や体に刺さり、引っこ抜こうとすればまた激痛が走り、致命傷を負うことになるわ。でも、それなら、山嵐同士の交尾って相当危険じゃない？背中側から近づいたら大変なことになるんじゃ。そう、ハリネズミなど収納できない武器を持っている動物たちは、お互いを傷つけてしまうため、近づきたくても近づけない人間関係を指す言葉として、ハリネズミ山嵐のジレンマ、ということわざが誕生するほど、そんな危険な交尾をする彼らも、毎年秋頃になると発情期を迎え、オスは、後ろ足と尻尾を支えにして仁王立ちし、オスのシンボルをメスに見せつけてまずアピールするのよ。やってることが露出狂と変わりないんですけど。さて、いよいよメスがオスに関心を寄せて次にすることといえば、近づくのかな。メスの体にのしっこを浴びせるのよ。いやー、最悪だよ。下品とかいうレベルじゃないんですけど。まあまあ、これは山嵐の趣味なんてことはなく、彼らの繁殖に必要不可欠な前座のようなものなのよ。どういうこと？オスの尿にはメスの発情を促す成分が含まれており、メスがそれを受け入れて酩酊状態になっている間に交尾を済ませるのよ。それはそれでどうなんだろう。ちなみにメスは器用にトゲを下ろしてオスに刺さらないように気をつけているのよ。今回もいろんな生き物の神秘について学ぶことができたわね。ものは言いようだな。とはいえ、生き物が繁殖しなければ、今こうして地球上に多様な生き物がいなかったわけだし、タブーにしがちだけど、生物の根幹をなす重要なポイントなのよ。まあそれはそうだけどさ。あ、いいこと思いついたわ。いいこと？今度は、オスのシンボルの歴史についてでも紹介してみようかしら。ストップストップストップ。絶対アウトだから。